かかってこい。かからないよ。できる。あんたができなさすぎるんでしょ。いや、こういうやつほど油断は禁物だ。ならば、トンス、おっと、飛び越える、すり抜け、すり抜け、いやー、ほっと、どうしてもやるんだな。無論。すまん、修理之助、お前の力を少し借りるぞ。え、紬、ちょっと肩を押してもらっていいか。え、ここ、軽く押すだけでいいから。こうでござるか。あー、紬、なに、肩の骨が折れた。え、んなわけないでしょ。修理、修理、はじめまして。そうだよ、薄い影かと思った。さすが元州軍の軍師だな。行け、全軍突撃だ。武功を挙げた者にはさらに褒美をくれてやるぞ。おい紬、前に出過ぎだ、危ねえぞ。それでいいんだ、俺がここにいることを示さなくては意味がない。にしてもこりゃやばいよ、早くここを攻め落とさないと何万天軍がやってくるよ。こんな即席の部隊じゃイチコロだ。さて次はと、よし、少し兵を引くぞ。さっきから兵を引いたり押し出したり、いたずらに戦いが長引くだけだ。それでいいんだ。え、敵が本陣の近くまでお逃げください。意外に深く入られたな。だからこんな即席の舞台じゃ。代わりに隠し財産いただくぞ。無念。これだな。うん、よし。その姫を憂う可憐なお心、お美しい。また始まったよ。それはまるで野原一面に咲き乱れる一輪の花のようだ。だから一輪じゃ咲き乱れないって。あの、そんな雫さんに。おそしてベター。いいじゃねえかよ別に。しかしどうせやるならもっと気を利かした方がいい。どういうことだ。残念ながらあれは騙した。俺は戦をしているんだ。勝つための戦略に騙すも何もない。それはそうでござる。そんなことをいつまでも気にしているような奴は戦の邪魔だ。くれた。だからこれからは俺が姉さんを守るって決めたんだ。そのために生きると。姉さんを失う。霞の間に向かえ。たどり着ければあとは俺が何とかする。紬、姉さんは、うん、この盾と呼ばれる紬と最強の矛と呼ばれる桜花がいるんだ。戦いになってもきっと。修理之助、もし勝てたとしても俺たちはどれだけ多くの仲間や家族を失うと思う。椎名家だって疲弊しきってしまい他国の餌食だ。俺はそんなことになるよりみんなに生きてほしい。